皆さん、こんにちは。ネットウィスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思いますが、えー、今日はですね、えー、せっかくなので AI について勉強したいという方に見ていただきたいテレビ番組があります。えー、今は2018年8月31日ですけど、えー、今夜というか、今日が変わってですね、えー、土曜日の ま、深夜、1時25分からあります、朝まで生テレビですね、テレビ朝日の方で、ずっと続いている番組ですが、この中で4時25分までの3時間の間ですね、激論、人工知能、AI 社会と日本というテーマで、あの、今回ですね、テレビ番組ありますので、 ぜひね、見ていただきたいと思うんですが、今回ですね、あのパネリストの方々が素晴らしいです、えー。筑波大学学長補佐でメディアアーティストの落合陽一さん、そして経済評論家の勝間和代さん、で、僕は知ってる人だけいますが、えー、慶応大学の、えー、夏野さんですね。そして、えー あの、教育改革実践化って書いてますけども、元ね、あの民間の校長にもなりました藤原和弘さん、この人は数学の先生ですね、の方、そして僕も尊敬してます、人工知能の第一人者、東京大学の松尾豊さん、そして、えー、非常に美しい国際政治学者の三浦瑠璃さん、そして経済アナリストの森永卓郎さん、などなどが出演してます。えー ちょうどですね、今から2年ぐらい前かな、1年半ぐらい前ですかね、にも同じようなテーマであったんですけど、その時とはですね、だいぶメンバーがですね、変わっていて、その、なん、なんていうのかな、結構人工知能 AI に詳しい方々が今回集まっていますので、結構面白い話が聞けるんじゃないかなというふうに思っていますから、えぜひですね、あの、まだね、えー、今日、今日ですね、今日ですよ、あの、日が変わったら始まりますので、えー、もしね、えー、起きれないっていう方は、 あの、録画していただいてですね、見ていただくと結構勉強になるんじゃないかなと思います。まあ、ここに書いてますが、スマートフォン掃除ロボットに自動運転や、えー、あの、自動運転タクシーとか、超少子高齢化、人手不足の問題を抱える日本に AI は救世主になるかとかですね、人間の仕事を奪われるのかとかですね、 日本の AI 研究開発を遅れているとかですね。まあ、このようなことについていろいろ話すということなので、えー、結構注目しています。ま、タワラさんがですね、どのぐらいこの最先端の人工知能のことに踏み込んで話せるかが、えー、ちょっと疑問ではあるんですけど、まあ、かなりいいメンバーが今回集まっているので、えー、ぜひ皆さんもですね、えー、見ていただければと思います。えー、この内容はまた追ってね、皆さんにも報告したいとも思ってますが、えー、ぜひ生で見てみましょう。ネットメッセナリスト、横田修林でした。 ありがとうございました。ではまた明日。